皆様、おはようございます。ご紹介いただきました立憲民主党で佐賀県連の代表を務めています衆議院議員の原口和弘です。都市宮城地区連盟のご政界本当におめでとうございます。こういう頭をしてますが、実は悪性リンパ腫で闘病中でありまして、まあ 5% ぐらい来年の友会合に僕は来れないかもわからないんで、皆さんに心を込めて申し上げたいというふうに思います。まず今日のおめでたいこの日に皆さんに絶対のご挨拶と、そして感謝のご挨拶をしたいと思います。この鳥栖宮城地区の連合の皆さんのお力で本当にたくさんの希望が実現してきました。今日立憲民主党の私たちの仲間も来ていますが、この間終えた統一地方選挙でも、それから佐賀1区2区でも議席を独占して全員当選することができました。この場を借りてお礼を申し上げたいと思います。さて、今日本の中では弱い立場の人を国や地方が助けるべきだと、いやそうは思わないという人がですね、なんと世界で最悪の状況です。 38% そうは思わない。衰退の中の沈む船の中で一人ゲームをやっています。自己責任、弱ければ怒ってもいいんだ、弱ければ助けられなくてもいいんだ。もともと日本はそういう国ではありませんでした。しかしそれを逆に、日本をもっと明るく温かく働く人たちの権利を中心に変えていくことができるのがここにいらっしゃる皆さんです。祭日にもかかわらず、あるいは日曜にもかかわらず、ここにいらっしゃる皆さんが努力を重ねてこられました。連帯と、そして働く人たちの権利を守って頑張ってこられたからこそ、ここで踏みとどまっていることができます。私からのメッセージとして、3つの分断にと一緒に戦ってみましょう。一つは政治と労働運動との分断。もう一つは官で働く人と民で働く人の分断。そして正規で働く人と非正規で働く人の分断。この分断と戦うためにできたのが連合です。連合の顧問であったブーア先生は私にこの3つの分断と、原口和弘さん、政治の世界で戦ってくださいということを言われました。都市宮城地区の皆さんの力が日本を変えると思います。暗く冷たくみんなが下を向いて、今だけ金だけ自分だけで、それがさも正義であるかのように、もう頭の中に刷り込まれています。テレビを見れば自己責任の人たちがいっぱいコメンテーターで出ています。それを変えることができるのが私たちのこの連合佐賀、そして鳥栖宮城地区の皆さんの集まりであります。もう限られた時間ですから2つのことを申し上げます。今戦争の瀬戸際にいます。台湾有事や日本有事だと言って、ゴーリンミリタリーセールスというんですけども、オスプレイはじめたくさんのものを1兆4000億も買い込んでいます。そしてウクライナにまさに武器まで送って支援をしています。テレビで言わないことを今日申し上げます。ウクライナは中国の核に守られた国です。その国を支援をしている、最後まで皆さんの税金でやる。そしてその代わりに何が来ているか、ロシアの極超音速ミサイルの標的になり、そして私たちはどん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 防衛増税をさせられています。乗せられているんです。どうぞ平和の憲法を守り、そして私たちの周りの人たちに真実を伝えてください。今日もオスプレイの反対の集会をします。あれは防衛のためではありません。でもその先頭に立っている人たちはもう70を超えた漁家の皆さんです。多くの人が諦めています。しかしこれを変えることができるのはここにいらっしゃる皆さんです。もうこれで最後にしますが、皆さんの春闘のこの力のおかげで、私たちの今回賃上げ、いろんなところで成功しました。しかし残念なことに、今年の賃金は大幅に下がると思います。それはなぜか、10月にインボイスの導入を控えているからです。インボイスってカタカナだから分かりにくいけども、
1000万円以下の人たちに大増税が来ます。消費税のたびに私たちの賃金は下がり続けてきました。最後に皆さんに消費税の真実について言いたいと思います。これは私たちが1年間に働いたものにかかる付加価値税です。私たちの労働の対価である賃金と、それから私たちが雇用の安定を目指す社会保険料に、その賃金が上がれば上がるほど、社会保険料が上がれば上がるほど、企業や団体は消費税をたくさん払う仕組みであります。これを入れてから日本は衰退に衰退を重ねています。私たちは野党でインボイスを止めて消費税を 5% に下げるという、これをやってきました。しかし皆さん、こんなことはテレビでは絶対に言いません。どうぞ真実を横に広げてください。そしてこの連合運動のあったかい輪を、この輪から私たちの地域を、そして日本を、何よりも私たちの子どもたちの未来を守っていこうではありませんか。今日この記念すべき日に、まあ 5% ですから来年もこうやって来る、来させていただけるというふうに思いますが、どうぞ今までの本当にたくさんの皆さんにかけていただいたご恩に心からお礼を申し上げて、冒頭大変失礼します。これから佐賀市の中央メディアにお招きいただいてますので、冒頭の皆様への連帯と、そしてお祝いのご挨拶に帰りたいと思います。本当にありがとうございます。